スタジオは気象予報士の広瀬さんです、はい、よろしくお願いします今年は例年より遅れている紅葉これから見に行きますよという方も大勢いらっしゃるんじゃないでしょうかぜひ参考にしていただきたいと思います、えー、関西の今年の紅葉は京都府立植物園の樹木医の中井さんに教えてもらいました例年より2週間ほど紅葉シーズンが遅れているその理由は長期的には気候変動短期的には夏の暑さ 秋の到来が遅かった確かに今年暑かったですもんねそうですね本当に京阪神で見ても、うん、あの夏日真夏日猛暑日熱帯夜、うん、もう暑さの 記録四冠みたいな<ー>去年も結構暑くてその影響であったんですけど、うん、それを上回る暑さでやっぱりこう紅葉時期っていう遅れてるのかなと思いますねで,すね、うん、で今年の特徴ですけども夏の影響を受けた一部の落葉樹色づきが悪かったり縮れたり枯れたような葉っぱになっていたりとう、ね、ういうことだそうですさっきあの栄冠堂でねご覧になっていた方もちょっと色づきがもう一つやなみたいなことをおっしゃってましたが一方で元気 な落葉時はここ数日の寒暖差により例年よりも綺麗に色づくのではということですはい、えー、紅葉が綺麗になる条件なんですけども十分な日照条件水分の供給今年は例年より雨が少ないとで寒暖差朝と晩夏と秋のその寒暖差最低気温は8度以下で色づきが開始5度以下で色濃くなるよということなんですけどもこのあたりの条件に関しては広瀬さんどうですかねそうですねでもやっとこのまあ8度っていうのは一つの目安でそう,かまあそういう 冷え込みになるのがやっっと最近だったっ、うん、今週も火曜日だとか水曜日やっと寒くなったという条件でなんで紅葉するかというとあの木にとって紅葉ってゴールじゃないんですよね、うん、葉が落ちるところ落葉するところがゴールでその過程の途中で紅葉が起こるというわけなんですけど葉っぱの中のこう養分だとかがこう日光を受けて化学反応を起こした赤い物質あので セロ、えー、ができて、それで葉っぱが赤くなるんですけど、うん、まあそのためにはよく晴れる、まあ夏場が雨が降ったりして、うんうん、まあ寒暖差が大きいとより鮮やかになると言われているんですね。うん、ここのとこ寒暖差大きいですもんね。大きいですね。うん、まあ最近の寒暖差で見てると、まあ紅葉にとってはいい条件になっているんですよ、ね。なるほどね。人間にとってはちょっとしんどいですよね。しんどいですよね。<laughs> 本当にね。はい。はい、さあ、そして。 えー、1953年以降楓の紅葉日なんですけども10年あたり3日ほど遅くなっていると、はいうん、これ気象庁の発表なんですけども、えー、ああどん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 遅れていってるんだそれだけ夏が長くなってるっていうわけなんですよ、ね、かだから10年で3日ですよね、うん、これを5倍にすると15日というので、えー、半世紀で半月ぐらい紅葉シーズンが遅れてることになります。えー、中井さんによるると紅葉を楽しめる期間も短くくなっていくのではは環境問題は 植物にととってもいいいことがないだからもう楽しめる時間がもうですね、うん、あの本当にあの真っ赤っかっていう状況の,その見頃のピークっていうと、うん、うやっぱりこう遅れてくるんだけど冬が始まるので、うん、まあ期間がキュッとなってるただ人によって結構あの捉え方が違ってて。うんあの 錦ああ織り成す黄色だとか緑だとか赤色がある状況のところも含めるとまあなんとなくこうぼんやりは楽しめる期間その全体は長くなってるんじゃないかという人もいるんですねそしてもう一つこちらですね植物は環境の土台ですよと、えー、酸素を作る植物がなければ生態系にも影響が出る植物のことも知ってほしいというふうに話していました。まあ、あのお天気のののプロかからしてもやっぱり植物といいううは一つ目安ね 季節の移り変わりを表すものですもんね。 天気のこれまでの天気の通知表だと思うんですよね。うん、あの桜がいつ咲いただとか、うん、紅葉がいつ、うん、あのまあ、見頃になったかっていうのは、うん、その年の天気の結果が現れるわけなんですよね。やっぱりなんかもう。今年も何にしてもそうなんですけど、うん、やっぱり記録的な猛暑というところに行き、着いて、ね、ま、それがやっぱり気候変動だとか、地球温暖化に繋がってるんですよね。まあ、確かにこう猛暑の影響で葉っぱがチリチリになってる気もあるんですけど、やっぱり。 その記録的な猛暑も木は頑張って耐えて光合成して酸素を作ってくれているんですよね、もうありがとうってその感謝の気持ちを込めて紅葉もななんか楽しみたいいと思ますよねこれだけ天気とか気候が変わってくるとすごく難しいと思うし広瀬さんなんか桜の開花日をいつも予想されていると難しい難しは正直、ことしの春は全然計算式に合わなかった。ね 事件のところああもう絶対外れるなって思います。来年は当たると思います。来年は当たはそして紅葉情報ですけれども皆さんこれからお出かけの方参考にしていただきたいと思います。ね各地綺麗ですけれども神戸の瑞宝寺公園は今週末そして京都は光大寺ですね今週から12月中旬までしばらく楽しめますよ。大阪は美濃公園美濃の滝ですけれども今週末から12月上旬この写真綺麗ですね。いかがですか。 メタセコイア並木12月上旬ですからこれ、ほほくですからずいぶん寒い時期に黄色く色づくくづ紅葉よりかやっぱりメタセコイアって時期が少し遅めなんですよね。うん、でいつもより遅 目だとは思うんですけど、うん、あの結構、週末も寒くなる見込みで、うん、あの来週以降はあの、周期的にあの冬型の気圧配置が強まって、うん、寒気が流れ込んでくるんですよね、うん、もしかするとなんですけど、うん、今年はこのメタセコイア並木、うん、あの見頃になった時に雪が降っているかもしれませんね。 雪と紅葉のそのコラボっていうところも楽しみの一つになるかもしれないですね。そして奈良は丹山神。じゃあ今週から12月上旬ということで例年より少し後ろに遅れてますけども、これからいよいよ本格シーズンを迎えそうです。この時間は広瀬さんに解説をしてもらいました。はい、ありがとうございました。